ヘッドライト真上にあるものが列車無線アンテナ列車無線アンテナの拡大列車無線アンテナは鉄道車両に装着して列車無線の送受信に使用されるアンテナである屋根上特に運転台上部に設置されるものは空間ハム線による列車無線に使用されるが簡易的な設置方法として運転台の中に取り付けられたものもある一方地下鉄等で主に使用される 誘導無線用のアンテナは、車体つまめんや床下屋根状に複数設置される。アンテナはその車両が走行する路線の周波数にあったものが設置されるが、直通運転をする車両には複数の種類のアンテナが設置される。例えば、東京地下鉄の零散系は、自社の誘導無線のほかに、東部用と東急用のそれぞれの空間派無線の計3種類のアンテナを搭載している。 逆に、直通先が自社と同一の無線システムの場合は、一つのアンテナを共用する。例えば、都営地下鉄浅草線と、同線に乗り入れる京浜急行電鉄、京成電鉄、北総鉄道、芝山鉄道の各社は、2種類の周波数を乗り入れ、境界駅で切り替える、同一の誘導無線システムであるため、直通運転する車両には、 屋根上に設置された一組のアンテナを共用している。空間ハム線の場合、通常は一本のアンテナが設置されるが、東日本旅客鉄道の E231 系の後期車両や E531 系などの新型車両にはデジタル化対策として安定した送受信ができるように、ダイバーシティとして日本アンテナを設置している。これ以外の首都圏の JR 東日本の車両には、 従前のアンテナとは別に、運転台に新たにアンテナを設置して、ダイバーシティとしている。通常、運転台のある車両には必ずアンテナが設置されており、両運転台の車両は、それぞれの運転台で使用するアンテナが設置されているが、一部事業者の車両は編成の片側の先頭車両にのみアンテナが設置されている。VHF、UHF を使う列車無線では、 大きく分けて、以下の4つのタイプがある。ありがとうございます。